ホーム秋、鹿町駅は、島根県松江市秋鹿町に位置する、市畑電車北、松江線の駅である。駅番号は18。駅名の読みは、相賀町だが、地名の読みは、相賀町である。2010年6月19日公開の映画、春馬たきのロケ地の一つである。島式ホーム一面二線を有する地上駅。配線は一線する方式とはなっておらず。 方面別に乗り場を使い分ける。ホーム西側の構内踏切は国道431号沿いの歩道にも接続しており、ここから直接ホームへ向かうことも可能。かつては祝日を除く毎週月曜日の6時49分8時52分に限り係員が配置されてい,いが、2016年4月1日より終日無人駅となった。 駅舎は1995年に改築されたもので、酒蔵をイメージしたデザインとなっている。同じデザインは、銅線の角の森駅にも施されている。バス乗り場は駅前にあり、それを示すポールが立っている。1日平均の乗降人員は以下の通り。映画、春間たきのロケ地、縁結びパワースポットを巡る旅。島根観光ナビ。島根県観光連盟。 2019年3月16日閲覧。AB18 秋鹿町停車駅のご案内。市畑電車。2015年12月3日閲覧。出店。島根県統計所。ありがとうございます。